カベリンです。よろしくお願いします。今回はみゆきちゃんという役を演じさせていただきます。他の作品で丸尾さんには演技をご指導していただいたりとか、あとプライベートで鹿殺しさんの舞台を見に行かせていただいていたので、私もこの皆さんと一緒に混じって丸尾さんが描く世界を演じることができるっていうのがすごく嬉しいです。なんかめちゃめちゃ嬉しかったです。決まった時は、いや、ミュージカルやっぱり難しそうだなっていうイメージがあって、 AKB の中では今まで岡部凛として秋元さんが書いた詩をこう自分なりにアレンジして考えてファンの方の前でパフォーマンスをするっていう感じなんですけれど、演技の中でそのキャラクターになりきってそのキャラクターの人生とか感情を表現することはすごい楽しそうだなと思うので、難しそうではあるんですけれど頑張らなきゃなっていうプレッシャーがとても強いです。ざっとまだ台本がなくてどんな子かっていうのを見たら、家族に恵まれていない、もう家庭崩壊しちゃってる中でこう苦しみながらもがきながらこう奮闘しているというようなキャラクターだったので、いや結構楽しさってよりかは人間が人が抱えるこの感情をどう表現するかっていうのが難しそうだなっていう子だったので、感情に流されないように頑張りたいと思います。あっつって感じあっつって言うのがね、そうですね。あと今まではいろいろ見てもらってアドバイスをもらったりとか指導をしてもらったりっていう感じの関係性だったんですけれど、今回は丸尾さんもこの舞台に出演されるということで初の共演になるので、丸尾さんって今までも舞台見させていただいたんですけれど、共演する中でどんな演技をするのかなってそこにすごいワクワクしています。ちょっとやっぱりこう演技に関しての師というか先生っていう感じなので、実際に演技の中で会話するってなったらちょっと笑っちゃうかもって、ダメです、笑えませんちょっと照れちゃうかもしれないですね。今回はこのみゆきちゃんっていうこう設定というか、みゆきちゃんが抱える問題っていうのは難しくて表現するのも結構大変そうな役なんですけれど、でもその中でどうやってみゆきちゃんはこう描いていくかとか、どうやってこう光を見出していくのかなっていうところを自分でも見つけて、その希望とか勇気を皆さんにお伝えできるような、そんな演技ができるように頑張りたいと思いますので、皆さん楽しみにしてください。